観光地中心地のエリアから若干ほんのちょっと外れてるんですけど、もうね値段設定がちょっと異常というか、他のところの半額ぐらいで海鮮ゴロッゴロのパスタが食べれるっていう、店主がラジオで普通にセリエAの実況をずっと聞いてて、え来たのみたいな。まあ見た目は本当美味しそうですよ。ちょっと楽しみですね。これはすごいね。いや、これすごい豪華。これで13ユーロ、すごいね。ボリュームもすごい。めっちゃうまい。ボーノですよ。ベリッシモ。すごい。何このダイナミックで。魚介のうまみがめちゃくちゃ染みてる。これ、この内容だったら、普通の店だったら3000円ぐらい取っても2800円とか取ってもいいでしょうね。まあ、余裕で。それが普通に1500、600円ぐらいですからね。これはうまいわ。一言でパスタといってもね、さまざまな形状がありますから、ソースや味に合わせてふさわしいパスタをねセレクトしてくれてます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいわ。もうね、毎食感動ですよ。うまい。あ、キノコも美味しいな。イタリアンパセリと多分このここら辺で採れてるキノコなんですかね。これがイタリア名物の南イタリアなのかな、揚げピザです。揚げピザというだけあって、生
生地がやっぱり非常に特徴的で、生地が美味しい。うん、まあ揚げてますからね、ちょっとオイリーですけど、うん、これは美味しいわ。さあそれでは脂っこいね、揚げピザのあと締めに、このアマルフィーコーストで有名なのはレモンですよ、レモン。なのでホームメイドのレモンソルベがあるということで、注文しました。なんかレモンソルベを頼んだらなんかすごい時間かかったんですよね。それでなんかすごい 上品な感じで来ましたね。結構味は上品ですね。いいですか、私が頼んだ揚げピザ、あの大きさで5ユーロ、これ4ユーロ。さてこれがマテーラの伝統料理です。これはうん、なんか独特な匂いですよな、チーズかな。このね唐辛子がここやっぱよく使われるらしいですよね。うん、なんだろう、山梨のほうとうじゃないですけどね、ちょっと変わり種のパスタ、独特。ここ特産のパンなんで、独特、ここマテーラ独自の製法で作るパンなんですね。いただきましょう。あ、これはまた違うわ。中はすごい柔らかい、ふわふわ、空気を含んでるパン、外側はカリカリで香ばしい。これは美味しいわ。パスタ、まあ基本やっぱり美味しいですけど、ちょっとね個人的にはなんていうのかな、茹で汁を結構かけてるせいか分かりませんけど、塩気をすごい強く感じるんですよね。なんでちょっとね、口をさっぱりさせたい、甘いものでね、リフレッシュさせようということでジェラートを食べましょう。向かいのちびっこにめっちゃ見られてる。このピスタチオ美味しいですね。ホームメイドのねジェラート、これで2ユーロですから本当安い。